はい、どうも山コフです。今回は高級中華食べ放題を行っていきたいと思いまして、横浜中華街に参りました。久しぶりの横浜中華街、楽しみですね。そんな期待値高めなお店はこちら、横浜大飯店さんになります。こちらの横浜大飯店さん、横浜中華街食べログ1位に選ばれた高級中華食べ放題のお店となっております。それでは美味しそうなメニューたくさんありますので、たくさん注文してたくさん食べていきたいと思います。はい、横浜大飯店さん入店いたしました。店内は非常に中華テイストでいいですね。はい、それでは高級中華食べ放題行っていきたいと思います。時間無制限で3980円となっておりまして、メニューは前菜、一品料理、点心、デザートなど約100種類以上が食べ放題となっている、非常にクオリティの高い食べ放題となっております。食べ放題のルールといたしましては、注文制限はありません。しかし食べ残しは別途料金となります。はい、美味しそうなメニューたくさんありますので、たくさん注文してたくさん食べきたいと思います。はい、1品目注文いたしました。1品目は一番人気の北京ダックになります。ではまず皮に北京ダックとネギ、きゅうりを置いてタレをつけて巻いて、めちゃくちゃ美味しそうですね。それではいただきます。野菜のシャキシャキ感と北京ダックのパリパリ感、たまらないですね。またこの味噌が美味しいんですよね。では最後いただきます。はい、北京ダック完食。はい、次はバンバンジー注文いたしました。好物なので楽しみです。いただきます。鶏はプリプリで野菜はシャキシャキ、またこのタレが濃厚ですね。このタレ、ピーナッツが入ってて非常にアクセントが効いてて美味しかったです。それでは最後いただきます。はい、バンバンジー完食。はい、次は蔵焼きチャーシューいただきます。めちゃくちゃしっとりしてて美味しそうです。いただきます。非常に甘みの強いチャーシューで、僕好みの味ですね。はい、蔵焼きチャーシュー完食。はい、次は人気ナンバー2のエビチリソースにいただきます。こんな大きいエビが入ってるなんてめちゃくちゃいいですね。それではいただきます。エビは大きくてプリプリですし、チリのいい刺激がたまらないですね。はい、エビチリソースに完食。はい、次はエビマヨネーズ炒めいただきます。エビマヨもやばいですね。いただきます。衣はサックサク、エビはプリプリ、そしてマヨネーズが濃厚で美味しいです。はい、エビマヨネーズ炒め完食。はい、次は牡蠣のトーチ炒めいただきます。プリップリの牡蠣が入ってて美味しそうです。いただきます。めちゃくちゃ牡蠣が濃厚でうまさあふれる一品でございました。では最後いただきます。はい、牡蠣のトーチ炒め完食。はい、次は人気ナンバー3の小籠包いただきます。ではまず箸で肉汁を出して、めちゃくちゃ肉汁あふれてますね。それではいただきます。非常に肉汁のスープが濃厚で、これは美味しいですね。はい、小籠包完食。はい、次はフカヒレ蒸し餃子いただきます。フカヒレ飛び出しちゃってますね。それではいただきます。フカヒレの繊維質な食感がかなり残ってて非常に美味しいです。はい、フカヒレ蒸し餃子完食。はい、次はエビ蒸し餃子いただきます。非常にプリプリで美味しそうですね。いただきます。中のエビがプリプリで、外の皮もプリプリ、本当にプリプリな最高な餃子ですね。はい、エビ蒸し餃子完食。はい、次はホタテ入り蒸し餃子いただきます。色鮮やかで食欲そそりますね。それではいただきます。ホタテの風味がガツンと効いててめちゃくちゃ美味しいですね。はい、ホタテ入り蒸し餃子完食。はい、追加注文いたしました。追加注文でふわふわ卵のエビ炒め注文いたしました。エビと卵の組み合わせ完璧ですね。それではいただきます。エビはプリプリ、卵はふわふわ、だしも効いてて最高に美味しいです。はい、ふわふわ卵のエビ炒め完食。はい、次はホタテ貝のオイスター炒めいただきます。
大ぶりのホタテがゴロゴロ入ってて美味しそうですね。いただきます。甘みの強いホタテがオイスターソースと絡まって本当に美味しいですね。はい、ホタテ貝のオイスター炒め完食。はい、次はホタテ貝とイカの塩炒めいただきます。オイスターソースとの違いが楽しみですね。それではいただきます。シンプルな味付けなので非常に素材の味が引き立っていて、こちらもたまらないですね。はい、ホタテ貝とイカの塩炒め完食。はい、次は黒酢酢豚いただきます。酸味のある香りが食欲そそりますね。それではいただきます。めちゃくちゃ黒酢のいい酸味が効いててさっぱり食べられますね。黒酢のコクと豚肉の食感、完璧なコンビネーションでした。はい、黒酢酢豚完食。はい、次はゆでエビいただきます。プリプリで美味しそうですね。いただきます。シンプルイズベスト、エビ好きにはたまらない一品ですね。はい、ゆでエビ完食。はい、次はエビとカシューナッツ甘辛炒めいただきます。スパイシーな香りが食欲そそりますね。それではいただきます。エビはプリプリ、ナッツはサクサク、そして甘辛なタレが絡んで、これは絶品ですね。はい、エビとカシューナッツ甘辛炒め完食。はい、それでは締めに水餃子いただきたいと思います。めちゃめちゃもちもちで美味しそうです。いただきます。結構ニラとニンニクが効いた水餃子で、皮はもちもちで非常に食べ応えがあって美味しいですね。どのメニューも大満足でした。それでは最後いただきます。はい、水餃子完食。はい、次はデザートタイムで杏仁ソフトクリームいただきます。横浜大飯店さんの名物なので楽しみです。いただきます。めちゃめちゃ口当たり柔らかくて、杏仁の香りが鼻を抜けてめちゃくちゃ美味しいですね。いくらでも食べられそうなソフトクリームでした。はい、杏仁ソフトクリーム完食。はい、次はごま団子いただきます。外はもっちもち、中はあんこがトロトロで美味しいです。はい、ごま団子完食。はい、次はエッグタルトいただきます。こちら売店でも売ってる名物なので楽しみです。いただきます。外はサクサク、中はカスタードがかなり効いてて美味しいですね。はい、エッグタルト完食。はい、次はごまプリンいただきます。ごまプリンって食べたことないので楽しみです。それではいただきます。ごまがかなり濃厚に味わえて美味しいですね。はい、ごまプリン完食。はい、次は卵プリンいただきます。ビジュアルも最高に美味しそうです。それではいただきます。非常に卵の濃厚さとキャラメルのほろ苦さが抜群です。はい、卵プリン完食。はい、名残惜しいですが最後に杏仁豆腐いただきたいと思います。プルプルで美味しそうです。いただきます。横浜大飯店さん、デザートまで最高に美味しいですね。本当大満足の食べ放題でした。では最後いただきます。はい、杏仁豆腐完食。ごちそうさまでした。はい、横浜大飯店さん、ごちそうさまでした。久しぶりの中華食べ放題、大満足でしたね。やはり食べログ1位に選ばれているお店というだけあって、本当クオリティが別格で大満足の中華食べ放題でございました。特に山古府的に美味しかったなと思ったのは北京ダックと海鮮系の料理、あちら本当に美味しかったですね。またデザートは杏仁ソフトとエッグタルト、あちらも名物というだけあって、どちらもクオリティ高くて本当に美味しかったです。大満足の食べ放題でございました。ごちそうさまでした。今回の動画を見て、もっと中華の食べ放題紹介してよですとか、今度は違う料理の食べ放題も紹介してよと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ぜひ動画のご感想をコメントでいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。終わり。